皆さんこんにちは。 ASAP Hope This Helps 運営者のトムと申します。本日は海外のノースペースで展開しているフリース CTAE フルジップブラッシュドフリースジャケットを新たに購入しましたので今回ご紹介させていただきます。でこちらは UK イギリスのサイトの商品名になっておりまして US の商品名ではアンタークティカエクスペディションフリースジップという商品となっております。1990年の南極大陸横断国際隊の方が着用していたウェアのデザインがベースとなっておりまして復刻版となっております。でカラーがブルーとオレンジとブラックとなっておりましてちょっとパープルもあるみたいなんですけれども私が確認した中ではちょっと商品が見つからなかったので一応こちらの3色がメインになっているのかなと思います。でこちら今回購入したのがイギリスのセレクトショップエンドで購入しました。でこちら到着するまでなんですけれども、だいたい5日間で届きました。配送会社はフェデックスになっております。実際に購入金額なんですけれども商品金額が 36,315円でこちらブラックフライデーのセールで 20% オフで購入できましたので値引きが 7,263円送料が 1,600円で合計 36,52円となっております。エンドに関しましては関税が後払いになっておりますのでちょっとこちらはまだわからないんですけれども動画の概要欄などに記載させていただきますので気になる方いらっしゃいましたらご覧いただければと思います。で実際にイギリスで販売されている金現地の金額というのは270ポンド、1ポンド153円計算で 45,900円、アメリカのサイトですと300ドルで販売されております。1ドル115円の換算で 34,500円がだいたい現地で販売されている金額となっておりますのでもし購入される、購入を検討されている方はこちらの金額をご参考にしていただければと思います。初めてエンドで購入したんですけれども配送も早いですし梱包もすごい綺麗なので非常におすすめのサイトかなと思います。続きまして商品のディティールなどについてご紹介させていただきます。こちらのカラーがブラックなんですけれどもオレンジやブルーは当時のウェアのデザインに結構近いデザインとなっております。左肩にノースフェイスのアンタークティカのパッチがついております。右胸のところに黒はリフレクターで何も国旗などはないんですけれどもブルーやオレンジは国旗がデザインされております。日本とフランス、イギリス、アメリカ、中国、ソ連の6カ国の国旗が当時はデザインされていたんですけれども今回販売されている復刻のモデルというのはソ連の旗がロシアの国旗に変更されておりまして中国の国旗がノースフェイスのロゴに変わっております。右肩にはボックスロゴ、左の袖の部分には小さくノースフェイスのボックスロゴがデザインされております。また襟の部分の内側に当たるんですけれども右の部分に TAE の刺繍がされております。トランスアンタークティカエクスペディションの頭文字の TAE となっております。こちらの当時のウェアの刺繍というのはゴアテックスと UAP のデザインがされておりますのでこちらは少し変わっています。で脇下にはベンチレーションがありまして温度調節が可能となっております。結構肉厚のフリースとなっておりましてリサイクルの生地がこちらは使用されております。最初は少し毛抜けが気になるところではありますので購入された際は最初はケアが必要かなと思います。襟の高さが非常に高いので首をしっかりと包んでくれていて保温性はすごいあるかなといった印象になっております。ポケットも左胸に1つと両脇に1つずつありますのでポケットは合計3つ、ジップはダブルジップとなっておりますので上までジップを閉めて下だけ少し開けることも可能となっております。
背面はこちらもオレンジとブルーに関しましては国旗がデザインされております。ブラックはこちらもリフレクターとなっております。右肩に黒は同色で黒の刺繍でノースフェイスのロゴがありまして、あまり目立たないようなデザインとなっております。国内で展開しているノースフェイスのアンタークティカバーサロフトジャケットと比べると全然素材の感じが違うのが見受けられるかなと思います。国内のノースフェイスのアンタークティカバーサロフトジャケットは非常に毛足が長いというのが特徴かと思うんですけれども、こちらは肉厚のフリース生地といった形で全然見た目の印象が異なるかなと思います。サイズなんですけれども、今回私が購入したのは M サイズとなっております。 M サイズでもかなりゆとりのあるサイズ感となっておりまして、国内の XL サイズよりも大きいと私の中では感じました。国内のノースフェイスのアンタークティカバーサロフトジャケットは結構サイズが小さいので、 XL サイズでも少し人によっては小さいと感じられる方もいらっしゃるかなと思いますので、そういった方は このフリースというのは非常におすすめかなと思います。 WXS から WXL サイズの7サイズ展開となっておりまして、幅広くサイズ展開されておりますので、よりゆったり着たい方にも非常におすすめかなと思います。で、今回マッチズファッションというサイトのサイズ表を参考にさせていただくんですけれども、着丈というのが M サイズで72センチ、肩幅が 60.5センチ、胸囲120センチ、袖丈 92.5センチとなっております。こちらは購入の際のご参考にしていただければと思います。私の身長が176センチ、70キロで M サイズを着ております。インナーにロンティーとパーカーの2種類2パターンを着用しておりますので、サイズの参考にしていただければと思います。それでは着用動画をご覧ください。Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.着用動画を見ていただきました。先ほどご紹介させていただきましたベンチレーションの、ジップのストラップというのは結構若干邪魔かなというところはあるんですけれども、まあ、そこら辺は着用していてはあまり気にならないんですけれども、この動画を見て少し気になりました。身幅に関しましては結構ゆったりとしたサイズ感になっておりますので、 M でもまだゆとりがあります。腰回りに関しましては少しタイトな作りとなっているので、ジップを締めると腰の隙間というのがなくて風の侵入もなく非常に着用していて暖かい印象になります。で、今回ご紹介したフリースの他にパンツであったり、あとはアウターもありますので、もしこういった海外のノースフェイスで復刻しているこちらの商品気になる方いらっしゃいましたら、国内で購入できる販売サイトというのをブログで少しまとめさせていただいておりますので、ご興味ある方いらっしゃいましたらチェックしてみてください。ということで本日は海外のノースフェイスのフリースをご紹介させていただきました。購入やサイズのご参考になれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。